入れて。いける。これは結構いいかもしれないぞ。設営の方が終わりました。はい、ちょっとじゃあ簡単に設営の紹介をしましょう。うん、はい、今回のキャンプの見どころは、ハイエースにそのままタープを張りました。はい、タープっていうのこれ。うん、タープだよね。シートじゃなくてタープなのこれ。一応、うん、タープ兼あのグランドシートになるやつ。あで、あの耐水圧がそこそこあるやつです。まあ、いつもうちはあのポリコットンを使ってるんですけど、うん、ポリコットンよりは耐水圧の結構あるやつ、うん、まあ2回目だけど、うん、あそこをあの吸盤でつけてます。ここ小川の吸盤ですね、うん、2箇所、うん、2箇所っていうかあの1箇所につき2ついるんだって、うん、吸盤がさ。だから2つあのガラスにつけて、あと3本足を立ててつけました。設営も簡単だしね。うん、その車にね、あの、うん、何だっけ、そのまま付けられるっていうのが、そうそうそう、うん、まあ本当だったらあのこの車の横に側面にですね、金具を使って、あのキャプテンスタッグとかの金具があるんですよ。このレインボールにつけることのできる金具があって、でその金具があるとタープをこう横にですね、綺麗に車の横に貼れるんですよね。それだとめちゃくちゃあのかっこいいです。はい、うん、で今日は沼の中で寝るから、はい、一応まだ寝る準備はしてないんですけど、うん、外でご飯を食べて夜は中で寝る、中でね、うん、スタイルにしました。はい、でもうねすごいの見てください。こっからの景色が絶景、オーシャンビュー、本当にいいところを撮れました。最高だよね。ねえ、で今5時14分、はい、5時14分なので、はい、今からちょっとずつ料理をし始めてちびちび飲んでいきたいと思います。はい、上手に告げた。
乾杯。乾杯。美味しいっすか。美味しい。あー、今度はちょっと泡が多かったかも。はい、じゃあ、はい、乾杯。乾杯。お疲れ。まずはサラダから食べたいと思います。西日がめちゃくちゃ暑いけど、私は全然だ。どうかな。うん、大丈夫。うーわ、ふっとけど、もう上もでっぱ、でかいよね。エビマジうまそう、超うまそうなんですけど。エビめっちゃうまそうね。見てエビ、ザムキがこっちの方だからエビの匂いがすごいする。どう？どう？いいんじゃない？あ、いいかもね。うん、ちょうどいいかも。はい。え、もう食べる？上出来。どうする？食べよう。もう大丈夫。から食べても大丈夫なやつ。じゃあ、これね、本当は刺身でいけるらしいよ。あ、そうなの？なんだって。そんな新鮮なの？冷凍しちゃったって言ったら、え、あれは刺身で食べるものですよって言われて。そんな新鮮なんだ。なんだって。すごいね。みんなもいいよ。もうやってた。最高にいいよ。じゃあこっち側にお肉も焼きますね。冷凍してたお肉を焼きます。みんな食べてみていい？どうぞ。あっ、熱い。どうした？ちょっと飛んできてますか。もうちょっと、もうちょっと焼いた方がいい。もうこんな、もうちょっとうまく。って感じだよね。うん、戻してここに。私はじゃあもうエビを食べる。エビ食べなかったら食べていいよ。私は一本大だね。あー、真っ赤だ。あ、これちょっと濡らした方がいい。うん、うん、まっ。いい感じ。わあ、おいしい。3本目いきます。ビールが進む、ビールが進む、進む。うまかね。焼きが足りなかった。
肉には粗挽き塩コショウをまぶして、まあ私肉いらないな、エビ食べた？エビ食べて、本当に美味しいよ。こっちを向いて食べるのが正解だよね、うん、そう。だっていつも私だって見てるからね、この時ぐらい見なくていいもんね夫婦の顔なんて。だからキャンプの時ぐらい海を見なきゃ。本当だよ。わあ、これはすごいね。これはすごいよ。え、嘘だ。マジ？まだ5月だよ。ついた。あ、ついたついた。ナトゥーラ、うん、ちょっともう一個とはなんかいつもと違う。え、そんなん分かる？うん、まだ芯が乾いてたかな。3本いった。何してんの？ねえ、レロレロしてるよ。7時50分。まだまだ今からですよ、夜はね。はい、じゃあ一旦ちょっと 50% に落とすわ。現在ですね、9時8分になりました。すっごい寒い、風が通ると少し閉めてくれる。多分飲んだからじゃない？いや寒いじゃん。いや飲んだからじゃないで、ダウン着てるじゃん。カズさんの今からのお楽しみはこの動物のたべっ子水族館とえびせんだそうです。で、私はこのカマンベールチーズと残りの生ハムでおつまみを作りたいと思います。車の中に入ってきて最後のラスト1本なんですけど、うん、チーズと生ハムのおつまみと一緒に最後の1本を飲み干したいと思います。まあ、ゆっくり飲むんでしょ。うんね、そう、もちろん。風、なんかすごいカサカサ言ってるけど、猫じゃない？猫でしょ。だって風にしては激しいもん。タヌキ？え、嘘だ、うん、タヌキ、タヌキだった、うん
あら、ほんほんほん。다시때남들이다손가락질할때저는아버지곁에있었어요엄마도저도10時32分になったとこです。ということで、はい、寝ましょう。寝ましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。明日も早く起きましょう。おやすみなさい。Baby, I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you, and now I'm